キッス FM がお送りするバンディーズワッツゴイング、3月の24日はですね、上昇志向デザイン研究室、小玉ゆかりさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。小玉さんはですね、コミュニケーションスキルをコーチングされてるプロでいらっしゃるんですが、なんとこの方はですね、看護をやってらっしゃったんですよ。看護ですよ。看護というのは本当にコミュニケーションできないとこれできないんですよ。でそこで鍛え上げた技術、どんなもんか、看護やってらっしゃったんですよね。はい、そうです。はい、40年もやっておりました。はい、これどんなふうに鍛え上げられたんですか。はい、そうですね、まずですね、必ず、はい、看護師って実習に行くんですよね。はい、看護実習に行きますときにね、はい、ちゃんと患者さんが言ってる言葉を受け止めてるかどうか、うん、で受け止めて、その後に自分たちが伝えるべきことをちゃんと伝えられてるかっていう記録をめちゃくちゃ書かされるんです。あのね、人間っていうのはもう頭が自分の言いたいことでいっぱいなんですよ。そうなんです。ね、もうこう言われてても、まあ、ちゃうねちゃうね、僕は言ったってそこでちゃうねちゃうね、もうそればっかりなんですよ。そうなんです。それを受ける、受けて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 、これは難しいじゃないですか。難しいです。はい、難しいんですけど、はい、それをもう記録で先生たちに、ね、うん、徹底的にされるんですよ。うん、ほら見てみ、はい、ここで患者さん A って言ってるやろ、はい、水欲しいとか言ってるやろ、はい、でもそれをいやダメですよとか、はい、あなたはその水飲めないんですって言ってるでしょ、はい、だから赤に、はい、って言われるんですね。はい、では徹底的にそれを一回ちゃんと受け止めてね。はい、でもね、それを受け止めてる間にね、言わなあかんこと忘れたりしません。うん、忘れそうですよね。ね、受けてる、ずっと受けてるから、最後はこのお薬飲んでね、これは言えるかというね。そうだ。はい。でももう、はい、そこまではできるようになるためにめちゃくちゃね、何回もトレーニングさせられるうちに、はい、やっぱりね、コミュニケーションってね、技術なんですよ。はい、そのうちできるようになるんです。はい。はい、やったらできると。そうなんです。はい。ということでですね、この看護で鍛え上げたコミュニケーションスキルがビジネスにどう生かせるかという話、3月の24日楽しみにしておいてください。小玉ゆかりさんでした。はい、ありがとうございました。